すみません。議事の前にお話が。ああ、ケイチ君。今日は最終確認だから、私的な話は後にしてもらえるかい？ミオや知恵先生を経由しないで、直接俺に言えば済むことでしょうが、遠回しなのは好きじゃない。直接やろうじゃないですか。ここにいる誰もが北条里子が今辛い目に遭っていることを知っている。まあ積極的に助けないのはいいです。面倒くさい人も多いだろうし、でも俺らは違う。里子は仲間だ。仲間を救うために全てを投げ出す覚悟で戦ってる。それをケイチ君、その話はもちろん知ってるよ。わしらが言いたいのは、もう十分に強く言っただろうってことなんだ。強く言うと何か問題があるんですか？そりゃあるよ。あるに決まってんだろ。じゃあ何ですか、その問題ってやつを。お子様の俺にも分かるように説明してくれませんか？あんな、ダム戦争みたいな真似事は、もうとっくん昔終わってるね。もう徒党組んで、お役所に押しかける時代じゃないよ。あんたらの時代の話なんか聞いてねえし、ダム戦争なんて関係ねえ。こいつは俺の戦争だ。それに参戦しようってからには、俺の敵か味方かはっきりしてもらおうじゃねえか。どっちなんだてめえら。俺の味方かそれとも敵なのか。ケイチ君、敵とか味方とかじゃないんだよ。確かに村はダム戦争の時にお役所と争った。そして君の言う通り、ダム戦争はもう関係ない。あれは終わった過去のことだ。あんたらの都合なんか聞いてないです。俺と俺の仲間、そして里子の話をしてます。ダム戦争の話なんて一言も聞いてない。あんた、耳鼻科行った方がいいぜ。お前、年長者に対してなんて口の利き方だ。人生の先輩を何だと心得てるんだ。親の顔が見てみたいな。失礼。こんな顔で恐縮です。あんた親だろ。どういう育て方をしてるんだ。私は親としては多分失格の部類に入ります。圭一をまっすぐに育ててこれたかどうか、胸を張れるかどうかは分かりません。ただ前原圭一という一人の男がどうしても腑に落ちないことがあると言って、これだけの面々を相手に訴えている。そこには親子関係などない。ただ一人の男としての主張があるのみです。私の顔がどうだろうとあまり関係はないかと思いますが。あなた十分に胸を張ってるじゃないですか。
すみません、竜宮レナです。質問していいですか？ダム戦争はもう終わってるから私たちが陳情に行っちゃいけないという論法が分かりません。私たちにも分かるように説明してもらえますか？レーナちゃん、ダム戦争が終われば村はお役所と戦う理由は何にもねえんだ。そりゃ戦争中はいろいろと喧嘩をした、でも戦争が終わればそれは水に流せる話なんだ。で、村はお役所と仲直りをしたんだよ。雛見沢は国じゃない、日本の中にあるちっぽけな村だ。お役所の世話になりながらやっていかなくちゃならない。だから村とお役所は仲良くいかなくちゃならねえんだ。そうですね、お役所と仲良くするのは大切なことだと思います。そうだね。そんなわけで、雛見沢もお役所との関係を修復しようと、ダム戦争終結後は協調路線で進めているというわけ。そんなこんなで、今やお役所と村の町会はべったりです。年に一度の親睦会である町会の温泉旅行には、お役所から世話人が二人も同行します。私的同行ということになってますが、彼らは出張費をつけて参加してますから、立派な公務です。もちろん、旅行代金のほとんどは補助金を交付されてますし、他にもいっぱいですよね。新年会、忘年会の付け届け、町会のあらゆる催しに対する膨大な援助金、渡流しだってそうですよ。お役所の補助金助成は数百万。つまり渡流し開催にかかる経費のほとんどはお役所がお金を出しているようなものです。ダム戦争後、渡流しのお祭りとその後の打ち上げは立派に派手になっていく一方、その裏側にはお役所からの莫大な補助金があったからなわけです。だからお役所に嫌われたら渡流しは来年にも幕を閉じるかもしれない。だから今の雛見沢はお役所に尻尾を振ってるんですよね、おじいちゃん。しおんちゃん、お前なんでそんなことまで知ってるんだ？たまに私がお姉だったりしてますので。なんだなんだ、黙って聞いてりゃ妙な話じゃねえかよ。俺たちのやってることにケチをつける理由ってやつがさっぱり見えてこないぞ。レナ、ちょいとまとめてくれないか？つまり何だってんだ？うん、つまり要約するとお役所の人と癒着してるからご機嫌を損ねられないってことなんだろうね。静かに、静かに。ケイチ君、お役所と町会の付き合い方は全く別の問題。議題のすり替えもいいとこだよ。そんなこと言ってごちゃごちゃにしても意味がない。いいかい、雛見沢はダム戦争の時に大きな勝利を勝ち取ったけど、同時に雛見沢はトラブルになりやすいというマイナスイメージも強く残したんだ。当時はそういうマイナスイメージを逆手に取る戦略を取っていたせいもある。
そしてそれはダム戦争が終わった今となっては雛見沢にとって大きなマイナスなんだ。そういうイメージは払拭していかないといけない。じゃないと村の未来にとって大きな痛手になっていく長期展望に基づいてるんだよ。わかるかい？敵とか味方とかそういう喧嘩の次元な問題じゃないんだよ。つまりさ、ケイちゃんたちがみんなで盛り上がるとせっかくいい感じになってきた友好的ムードが台無しになってしまうって言ってるわけだね。みーちゃん、友好的ムードって何？村の子が苦しんで悲しい目に遭ってるのを訴えちゃいけないってことなの？平たく言うと、先方はしっかり自分たちのペースで頑張ってます。だから横やりは勘弁してください。沖ノ宮のお役所は立場上横やりをやめろと強く言えない。だから普段いろいろしてあげているんだから、そちらの内部で何とかしてくださいと、そういう話です。なんだ、つまり雛見沢の町会ってのは役所の犬ってわけだな。お前、言葉さえ選ばんかい。なんちゅう口の聞き方なんね。お前らこそよく言葉を選んで答えろ。まさかとは思うが、里子が旧敵北条家の娘だからとかそういうことじゃねえよな。そんなわけはないよ。里子ちゃんがどうこうと言ってるわけじゃない。もっと対極的な見地から君の陳情を少しこの辺で控えた方がいいんじゃないかって言ってるんだ。相談所だって無視してるわけじゃない。連日大勢で押しかけた君の熱意に最大限の配慮を払ってくれてるんだぞ。圭一君の伝えたいことはもう十分に伝わっている。これ以上は何も生み出さない、やりすぎだとみんな言ってるんだよ。圭一君、私すっごく面白い読み物を見つけたよ。ほら、あそこに額に入ってる筆字の。特に真ん中が面白いの。平和的かつ民主的な話し合いを求めるも、政府とその傀儡である電源会社総裁はこれを拒否。筆舌に尽くしがたい極悪非道をもって村民の民主的運動と雛見沢の強度を踏みにじったのである。みー、君吉がダム戦争の戦勝記念に書いたものなのです。記念碑にも書いてありますですよ。平和的な話し合いを求めるも、政府とその傀儡である電源会社総裁ってなんだこれ。その電源会社ってとこ、雛見沢町会の間違いじゃねえのか。しかし傀儡って難しい単語だよな。ここにいる連中も意味が分かってねえんじゃないか。誰か説明してやってくれよ。傀儡は本来操り人形のことです。転じて形式上は独立した団体でありながら、ある特定の団体の言いなりになっている状態を指す言葉として使われます。あれ、なんだか雛見沢にぴったりっぽい言葉ですよね。おねえうん、確かにね。何じゃ、そんなんで傀儡なんて言われたら巨匠も思いやりもなくなっちまうじゃないのよ。そういうのは傀儡なんて言わん、へりくつっちゅうんよ。お前らがさっき返事したぞ。俺らにやめろっていうのは里子とは関係ない。村の問題だってさっきはっきり返事したぞ。
村の問題ってのは村と役所の友好的な関係のことだともさっき言ったよな。今さら記憶にねえとか言うんじゃねえぞ。確かに言ったなあ。うん、聞いた。さとこちゃんと無関係な理由だと言った。ミオ、確か雛見沢には一人のために全体で団結しようっていうのがあるんじゃなかったのか。一人に石を投げられたら二人で石を投げ返せ、二人に石を投げられたら四人で石を、八人に棒で追われたら十六人で追い返せ、そして千人が敵ならば村すべてで立ち向かえ。一人が受けた屈辱は全員が受けたものと思え。一人の村人のために全員が結束せよ。それこそ盤石な四種同盟の結束なり。同盟の結束は岩より固く、水を通さないダムすらも通さない。終わりの方の部分は当時の同盟会長さんが作った部分だったと思います。俺はここに引っ越してきたから、ミオンやシオンなんかにダム戦争の時の勇ましい話をたくさん聞かされてます。でもそれはダム戦争の時から始まった5年程度の付け焼き場の団結じゃない。戦争が終わってからの辛い時代を乗り越えるために育まれた40年以上にもわたる熱い伝統なんです。だから俺はその時代から団結を育んできた人たちがすげえと思うし、尊敬できると思う。そして何よりここの額縁に飾られている四種同盟の男たちの勇ましさが素晴らしいと思う。当時は雛見沢をダム湖に沈めようと政府はあらゆる手で嫌がらせをしてきた。でもそれを全部跳ね返した。そんな男たちが戦ったから今の雛見沢がある。いなかったら今頃ここは固定だ。だからこうして自然の美しさと村人の団結を誇れる村が今にあることを感謝したい。そしてそんな雛見沢に住めることを誇りにしたい。その通りだ。だから俺たちはそんな雛見沢に住んでいるからこそそれを見習わずにはいられないんです。一人に石を投げられたら二人で石を投げ返せ、二人に石を投げられたら四人で石を、八人に棒で追われたら十六人で追い返せ、そして千人が敵ならば村すべてで立ち向かえ。一人が受けた屈辱は全員が受けたものと思え。一人の村人のために全員が結束せよ。それこそ盤石な四種同盟の結束なり。北条里子は村の一員だ。そしてあのおじの野郎がどんなひどい奴かは俺よりみんなの方がよく知っているはずだ。のんびりと1ヶ月以上も様子を見てから保護なんてのじゃ間に合わないんだ。今すぐにもおじの元から救い出さなくてはならない。だから四種同盟の力をもう一度貸してほしい。解散した四種同盟の魂をもう一度結集させてほしい。確かに圭一君の言う通りだ。役所の言いなりなんて雛見沢らしくないぞ。でもダム戦争はもう終わったんだぞ。お役所にもいろいろ世話になってるし。知らんかったよ。うちの町会はそんなに役所に便宜を図ってらっとんか。いえ、そもそも私は個人的には前原の坊主の言うのは正しいと思うんです。俺は町会のやり方は好かんな。圭一君は正しい。役所の言いなりで圧力をかけるなんてみっともない。さんちゃん、前原君に協力できんまでにも
自粛を求めるのはわしらの本質ではない気がするな。俺は前原の坊主が言うのは気に入らん。年長者への礼儀を書きすぎてる。だいたいおめえそんな口の利き方でまかり通ると思っとんか。口の利き方の問題じゃない、魂の問題だ。村の一員のために立ち上がれない腰抜けは引っ込んでろ。何を言うか、生意気だ。何をしやがる。何をするんか。女だと思って手加減されると思うな。一人が叩かれたら二人で叩き返そう。それが雛見沢の魂じゃなかったっけ。そしてレナさんを叩くというなら、こちらは4人でお相手しなくてはなりませんね。私も立ちましょう。ケイチ、父さんも立つぞ。お前の言うのは正しい。それを暴力で潰そうというなら、父さんはお前の敵に容赦をしない。ケイチの前に立ちふさがっているのは3人のようなのです。ならこちらは6人立たないといけませんです。リカちゃま。リカちゃまにしては威勢がいいじゃないですか。私も付き合いますよ。私も前原くんに味方させていただきます。対極的な見地という言葉に、私は生徒を見殺しにするところでした。生徒のためにはこの身など惜しくないと思っていながら、私は自分の微妙な立場を優先してしまった。自分を恥じます。知恵先生、確かに教育者として行き過ぎた行動もあったかと思います。ですが、さとこちゃんを救おうとする前原くんのやっていることはとても正しいことです。私は教育者として、正しい行いは正しいと認めてあげなくてはならない。だから前原くんにもうやめてくださいなんて言えないんです。先生のお墨付きまでもらえりゃもう誰にもはばかられることはねえ。さて、もう一度全員に聞くぜ。お役所との馴れ合いと村の一人を助けるのと、どっちが大事かはっきりとさせろ。ミオンちゃん。村長、ケイちゃんのやっていることは雛見沢の魂を体現してる。あらゆる逆風にくじけず戦おうとする姿勢は鬼ヶ淵四種同盟の心意気そのもの。私は懲戒名で彼の陳情に自粛を求めるのは恥ずかしい真似だと思う。それでもなお自粛を求めるなら、私は今この場で四種同盟の記念写真の額縁をすべて割り、同盟旗を焼き捨てる。わしは前原君を支持するぞ。口は悪いが魂は間違ってない。同感。役所と対等に渡り合うならともかく、慣れ合いなんて恥ずかしいぞ。まったく圭一君、
気にすることなんかないぞ。やれやれ、圧力なんかに屈するな。前原君、せっかくだから状況がどんな感じか説明してくれ。はい。里子の叔父が戻ってきた初日にすぐ知恵先生が北条家を訪問ですが、面会を拒絶され、明らかに異常な状況となりました。知恵先生は生徒の安全第一ですぐに相談所へ連絡しました。その晩、相談所の人間が訪問して聞き取りをしましたが、問題の事実なし、当分は様子見との判断が出ました。慎重な対応だとは思いますが、あの状況を適切に認識しているとは思えません。そのためケイちゃんを代表に翌日5名で相談所に行き、緊急性と即時対応を求めました。でも慎重に様子を見たいと言って取り合ってもらえませんでした。それで私たちは5人ではアピールが足りなかったと思い、翌日にはクラス全体の20人以上で押しかけました。よくクラス全部をまとめたな。歴史に残るケイちゃんの名演説がありました。仲間を救え、見殺しにするなって。もうみんな盛り上がっちゃって、ケイちゃんがダム戦争の時にいたら運動はもっと盛り上がって、もう1年は早くダムを頓挫できたかもです。ははは、確かに前原の坊主の威勢の良さならわかるな。でも2日目もそれほど熱心に聞いてはもらえませんでした。ほとんど効果なし。慎重に対応するの一点張りです。いや、圭一君、効果はかなりあったんだぞ。だってそれで役所はビビって自治を経由して町会に様子を伺ってきたんだもんな。圧力がかかり始めたってことは、圭一君の圧力に向こうが値を上げ始めた証拠でもあるからな。効果は出てるぞ。それで3日目の今日は、友達や知り合いにみんな声をかけて60人の規模で押しかけました。今度は相談所の所長が直接話を聞いてくれました。耳を傾けてくれたとは思うのですが、対応をどうするかは即答を避けられました。圭一君、実はな、その時には町会と話がついていて、町会側は前原君に自粛を要請することになってたんだ。相談所側は裏に村の後ろ盾がないことを確認して、君たちの陳情は聞き流すってことになってたはずだ。そうでしょうね。先方の受け答えからそんな雰囲気を感じてました。裏ですでに決着がついているから、この場だけやり過ごそうという雰囲気が少し見え隠れしていましたので。明日ももちろん訴えに行くつもりだけど、話を聞いてもらえるのかな。だって沖ノ宮の生活相談所は村の内部で話をつけてもらえたものと思ってるから、私たちを相手にしないだろうね。ですね。町会は自分たちの味方だと思っていますから。町会は圭一を支持することを明確にしてくれないと困りますです。ですね。そうでないと今後の陳情が門前払いにされてしまいます。いいじゃないか村長、前原君のやってることに町会は関与しないってはっきり言ってやれ。そりゃあな、私も個人的には圭一君に文句をつけたくはないんだが、町会としての立場だと微妙だな。たとえ中立の宣言にしたって、現在の状況では圭一君に肩入れするのと同じ状況だ。それは支持表明と変わらない。
だがな、町会の総意を図らないとな。私一人じゃ決められん。役員全員の一致を取り付けんとな。今日のメンバーで役員の大方は揃ってますよ、おじいちゃん。とは言ってもな。もうこの際腹を割りましょう。北条家の娘に肩入れをすることを気に入らない人がいるかもしれないって恐れてるんじゃないんですか。誰もがダム戦争はもう終わったと思ってる。それはさっき皆さんが俺に言いました。そして終結と同時に北条家に対する偏見も終わってもいいと思ってる。ところがそれだけがダラダラと続いちゃってるところがあるんじゃないですか。北条家の人間と接触があると囁かれると、村の中でどんな噂が立てられるかわからないという怯えは皆さんの中に未だあるはずです。さとこちゃんのご両親は確かに立ち退き派のリーダーだったかもしれないけど、さとこちゃんにどんな罪があるんですか。わしは別にさとこちゃん個人はどうとも思ってないぞ。でも他の人が。いや、俺もどうとも思ってないよ。ダム戦争はもう終わってるし、事故ってことである種のけじめもついてるだろう。俺もどうとも思ってないよ。でも毛嫌いしてる人も未だにいるみたいだしな。私から一言言います。サトコのことが嫌いな人は手を挙げてください。多分いないはずです。なのに誰もが北条家のサトコに関わると後ろ指を刺されると信じてる。ところがですね、いないんですよそんな人は。いや、いないなんてことはないぞ。いるよそういう人は。なら名前を教えてください。友達の友達から聞いたなんて話はなしで。このままだと俺たちが何をやってもダメなんです。町会が味方してくれてると思ってますから。だから俺たちは町会が立場をはっきりしてくれなければ戦いを続けられない。君よし、ひょっとしてある人の許しが欲しいのではないですか。あいたたたた、リカちゃまは痛いところをつくね。ひょっとして鬼ババ？君よしけとしては北条家の遺恨はもう水に流したつもりだ。古出家もそうだね。ねえ、僕も御三家の当主なのです。となるとあとは園崎家の当主だけってことになるな。御三家で一番でかくて実際は牛耳ってるって聞いてるんだが。ということはみーちゃんのおばあちゃんも説得できれば、ひなみ沢の町会は私たちを支持するとはっきり表明してくれる。どうなんだいミヨンちゃん。まあそりゃあ私もバッチャと喧嘩なんかしたくないです。ですがバッチャ以外が全部決着してて、バッチャ一人だけの問題でサトコが救えるってんなら戦います。園崎家の次期当主だからじゃない。サトコという部員を持つ
我が部の部長として、クラスの委員長として、友人として戦います。村長さん、約束してくれ。ミオンのばあさんを説得できたら、町会は俺たちを支持してくれるんだな。そりゃもちろんさ、御三家当主の統一見解なら町会は誰も文句は言わないよ。要約すると、ここにいる連中はみんなミオンのばあさんが怖いから嫌だって言ってるわけだな。いい年して情けない連中だぜ、まったく。いや、そうは言うがな、前原の坊主、お嬢さんは怖いぞ。そんなことないよ。レナはミーちゃんのおばあちゃんはよく知ってる。もちろん怖いところもよく知ってるけど、それでも大したことないね。怒ったケイチ君の方がその倍は怖いから。怒ったレナはその俺の倍怖いけどな。よし、わかった。俺たちがミオンの婆さんを説得する。そしたら町会は俺を支持してくれ。いや、支持なんて生ぬるいぜ。ここまでバチバチやり合ったんだ、いっそ徹底的に協力してもらうぜ。協力ってなんだい。鬼ヶ淵四種同盟が再結集して戦おうというんです。仮にも同盟の名を持つ抗議運動を子供たちだけに任せるおつもりですか。わしらも出るってことか。さすがにそこまでは。いや、当然だろ。役所にうちは敵に回るって宣言するんだぞ。やるならとことんだ。日並沢連合町会名で圭一君を支持することになれば、町会は態度をはっきりさせる必要がある。それに支持を表明して協力はしないでは筋が通らん。町会が支持を表明した段階で前原君たちの戦いじゃない、町会全体の戦いになるぞ。そうなれば代表は村長だろう。村長が自ら役所に抗議しなきゃ示しがつかん。わかったわかった。お嬢さんが納得してくれれば私も男だ。圭一君に力を貸してやる。今日ここに集まってる町会の諸君もそれでいいな。おう。でもお嬢を説得するのは圭一任せなのですよ。わかったよわかったよ。お嬢さんの説得に私も同行するよ。圭一君の話し方はちょっと若者っぽすぎるからな。お嬢さんにはお嬢さん用の年寄り言葉で話せる人間が必要だろう。今日はひどいことばかり言ってすみませんでした。皆さん申し訳ありませんでした。いや、君はいいことを言ったぞ。町会の癒着を見事バッサリだ。圧力になんか屈しないその姿は日並沢の誇りだぞ。さっきは叩いてすまんかった。頭に血が昇って申し訳ない。いえ、こっちこそすみませんでした。知恵先生もよく言った。あんたは立派な先生だ。しかし北条家いじめをしてる奴らってまだいるんだな。というかお嬢さんが特に嫌ってるんだよな。前原さん、なかなかやりますね。まさか町会を味方につけるとは。いえ、まだ味方になってくれたわけじゃありませんよ。ミオンの婆さんを説得するという条件付きです。お嬢さんは確かに独裁的な立場ですが、町会の支持を失うリスクは犯せません。その町会の事前調整がついているというのであれば、園崎家だけの立場で反対は難しいでしょう。
いやいや、実に交渉がお上手です。特に最初にこき下ろして途中から持ち上げるのがうまい。ああ、いえ、親父の美術史のコラムっぽくやってみただけです。親父のコラムってそんな感じだし。ほうほう、前原さんのお父さんはなかなか息子さんにいい背中を見せられているようですね。画家さんなんですよね。ぜひ今度私にも絵を見せてください。いやあ、じゃあ明日の晩お嬢さんのところへお伺いしよう。さすがに今晩すぐにはまずい。お嬢さんは機嫌を悪くすると筋の通った話も聞いてくれなくなるからな。行くのは私、村長。それから誰？もちろん私も行きます。レナさんも行くって。おとなしく頭を縦に振らなかったら頭を叩き割るそうです。はあ、そんなことしないよ。しーちゃんひどい。ケイチ、僕も行きますです。お寮に行ってやりますです。そうかそうか、行ってやれ行ってやれ。もちろん俺も行ってやるぞ。私もなんとか時間を作ります。いるだけでも力になれることはあると思いますので。さて、面白くなってきました。で、お姉、大ババさんとやり合う覚悟はあります？本音から言うと明日は入れ替わってほしいかな。ケイチ君、なんだか話が一気に大きくなってきたね。ああ。人の力ってのは、集まれば集まるほどに強くなる。ひなみ沢全体が連帯すれば、佐藤なんてすぐに救い出せるぞ。何しろ、国とやり合ってへこませた連中なんだからな。佐藤は救えないという。運命の袋小路が今まさに破られそうな気がする。これほどまでに圧倒的なのね。運命を打ち破る力というのは、今回はいけるかもしれないなんていうちょっとの幸運の重なりなんかとは比べ物にならないくらいに圧倒的なのね。そんなわけなんだ。町会がこのままの立場を崩さないと、ケイチ君が今後何を訴えても向こうは聞いてくれない。町会は最低でも中立を宣言しないとならんと思うんだが。沖宮の生活相談所に不手際があったならともかく、
正規の手順で対応しています。それどころか圭一君の熱意を理解し汲み取る旨も約束してくれています。その状況で町会にはどういう不満があるのでしょうか。母さん、そこは私から説明する。里子の叔父はとんでもないゴロつきなんだよ。去年も里子に暴力を振るってるし、沖の宮で住めなくなって雛見沢に帰ってきた。不機嫌な叔父にとってはそれはさらにひどいものだと容易に想像がつく。笠井、調べてくれたんだよね、北条鉄平のこと。一応茜さんにはお伝えしてあります。母さん、つまりはそういうこと。のんびり任せてたら多分助けてくれるのは数ヶ月も後だよ。私は里子が苦しんでるの数ヶ月も放っておけない。数ヶ月で死ぬわけじゃなげ、そんくらいでギャーギャーと想像しんね。そりゃ死ぬまではいかないかもしれないけど。ならギャーギャー言うな、アホらしい。すったら生き死にもかけんと厄介よ言うね。根性が足りんわ、どう。なんばしようとかすったらくだらねえ。だーっと聞いとんくだらんわ。お涼、里子は僕の友達なのです。助けてあげてほしいのです。リカちゃんはいつも言うと、友達は選ばんとね。あんな北条のクソガキなんざバチ当たりもしゃあがねっちゅう言うたんだら、入江の先生までガン首揃えてからに、なんでまったく。あんたいい歳してなんでまったく。これが恩にあだっちゅうつもかいね。里子ちゃんは北条家の娘であるだけです。別に里子ちゃんがダムに賛成して村と敵対したわけじゃありません。坊主憎ければ今朝までというのは気の毒ではないでしょうか。バラシ、お前誰に向かって口いとんと。すったらあやっとらんわ、こら。みーちゃんのおばあちゃんって本当に里子ちゃんのこと許してるの？ミヨンが言うにはそうなんだかな。なるほど、町会の連中が言うのが少しわかったぜ。圭一君も何か言いたそうだね。この際だ、何でも言ってごらん。言ってもいいですけど、いいんですか？いいよいいよ、せっかく園崎本家までおいでなんだ。あんたもいいな。園崎お涼さん、前原啓一と申します。まだ引っ越してきたばかりですが、よろしくお願いします。お前が挨拶せんでも、お前のことはよう知っとるね。今だから話す。前原家が引っ越してきた時、ばっちゃんに挨拶してないのを根に持っててね。印象悪いんだよ。北条里子かどうかが問題じゃない。村の一員が今危機的な状況にあります。それを救うためには相談所に訴えるしか方法がないんです。そしてそれは俺が勝手にやってることです。
あなたに迷惑をかけてることじゃない。迷惑って話は村長さんから聞かされてるよね。雛見沢連合町会は獅子骨市役所とは手打ちをしてるんだよ。市長と大馬場様は過去を水に流し、連携して共存していくことを確認し合ってる。村を栄えさせるために当然のことなのさ。その村の栄えというのは、里子一人を見殺しにできるものなんですね。さっき私が言ったのを聞いていたかい？見殺しなんて誰もしてないよ。相談所だってちゃんと対応してくれてる。それでも急いでほしいってのは圭一君のわがままじゃないのかい？村と役所は手打ち、里子には並の対応だから。里子がどんなにヤバい状況でも知ったことじゃないってんですか。さっきミオンたちも言ったように、鉄平って野郎はまずい。3日ぶりに里子が投稿してきた時、あいつはもうボロボロだった。たったの3日でですよ。その10倍の時間で、一月が経っただけでどうなってるか想像もつかない。しかも1ヶ月後には絶対に救われる保証もない。その時点で様子見と相談所は判断するかもしれません。ミオンのお母さんは、心ならいくら傷つけられても構わないとおっしゃるんですか？じゃああんたはどうしろって言うんだい？すぐに助けるべきだと訴えています。そしてそれを決断してくれるまで訴えを続けるつもりです。なら決まりだ。圭一君は続けるといい。そのザキ家は知ったことじゃないよ。それでいいかい？でももうそういうわけにはいかないんです。町会が役所に対し、俺たちのやってることを支持しないと言ってしまったから、相談所はもう俺たちの訴えに耳を貸してはくれないんです。そういうことなんだよ母さん。だから勝手にすればいいじゃもはやすまない。町会として支持か不支持をはっきり表明してくれないと後が続かないんだよ。というか町会はもう決着がついてます。おばあちゃんさえ納得してくれれば支持してもいいとまとまってます。だがんなことまとめんとしっちゃら。お前たちもダム戦争の時の北条夫妻の態度は知ってるだろ。あれを許せるのかって言われると私も答えはノーだね。私知らないんだけど、里子ちゃんのご両親ってどういう人だったの？お母さんは里子がもっと強気になったみたいな人でした。お父さんは鉄平の兄な人でした。しかも鉄平より強くて怖かったです。あの鉄平よりもかよ。そりゃなんだか笑えない話だな。なるほど、そのザキ家とバチバチと対立してた構図がようやく見えてきた。要するにその時の煮えくり返った蝶がまだ収まらないと、そう言ってるんだな、このばあさんは。聞こえるように言うとはあんたも大した玉だね。子供たちからよくあんたの話は聞いてるよ。大した器だそうじゃないかい。つけ上がったついでで恐縮ですが、そこの布団のばあさんが頭を縦に振ってくれりゃ俺は満足です。何もここにいる皆さんに俺たちの陳情に加わってくれとまでは言わない。ただ黙って頭を縦に振ってくれりゃいい。嫌だと言ったらどうするんだい？この場でばあさんの頭を叩き割ってミオンを新当主にして頭を縦に振らします。おう婆さん、俺とやり合うつもりかよ。今日食った晩飯が最後の晩餐になっちまうぞ。だ
って聞いとんよう抜かす。上等も上等、ようもすったらん言わすはこんわかぞが。はっきり言う。佐徳は俺の仲間だ。仲間のために俺は戦ってる。あんたはどうだ。あんたもそうだったと聞いてるぞ。一人の仲間のために村すべてを束ねて戦った。そしてその団結でダム計画を跳ね返したんじゃなかったのか。よそ者のくせによしとね。おお、またんかいババア。誰がよそ者だ。俺は雛見沢の前原啓一だ。雛見沢の仲間を助けるために戦ってる。それを指してよそ者とはよく言ったぜ。お涼さん、前原さんは確かに引っ越してきて日は浅いかもしれませんが、村にすっかり溶け込み新しい風を吹き込んでくれる期待の若者です。家の先生はいつんか礼儀知らずを期待の若者言うようになった。おい、大蔵、お茶と薬を持ってきてえな。頭に血が上りすぎて血管が痛みよるんね。礼儀知らずってんなら一度ここで筋を通します。北条佐都子を救うためにその崎家も協力してください。佐都子は村の一員です。それ以上に俺の仲間です。どうかお願いします。圭一君、頭を上げな。どうしたもんかね、ババ様。どうしたもこうしたもない。どないせっちゅね。さとこちゃんは圭一君の身内なんだって言ってる。それに圭一君が立ち回るのは筋は通ってるよ。お母さん。ただね、その崎家と北条家はとにかく仲が悪かった。ババ様も公衆の面前で罵倒されてるしね。それを水に流せってのは簡単じゃない。けじめの問題だよこれはね。けじめって何ですか。仇の言葉で言うと謝意だね。ただそれを示すべき北条夫妻は事故で亡くなってる。それにあれだけのことをしてくれたけじめだ。安くはつかないよ。そのけじめってのを払えば怒りを水に流してくれるんですか。私たちも義理の世界で生きてる。頭を下げられたら水に流さないわけにはいかない。まさかレナちゃん、さとこちゃんの頭を下げさせるのかい。いいですよ。さとこちゃんにご両親の責任を説明して謝らせてもいいです。けじめを示すべきご両親ではないけれど、それで許してくれますよね。許すかどうかは見てみないことにはわからないけれど、まあ謝意は感じるかもしれないね。それでどうですか、みーちゃんのおばあちゃん。さとこちゃんがダム戦争時のことを謝ったら。まあそこまでやってみせたら考えんこともな。すったら水に流すのも考えよ。
でも、さとこちゃんが謝ってけじめをつけたら、けじめを示すべきでないにもかかわらず、今まで嫌ってきたけじめは、おばあちゃんも取ってくれますよね。なあ。さとこちゃんがダムに賛成したわけじゃない。単に北条家の子供なだけです。それだけで、おばあちゃんはさとこちゃんを毛嫌いしてきた。この村では、あなたは単なる老女じゃない。ひなみざわの意志を左右する、今や御三家の筆頭、園崎家の当主です。そのあなたが、さとこちゃんを公の場で毛嫌いすることは、村全体に影響を及ぼします。それは町会でも明らかです。あなたが北条家を嫌っているから、北条家と親交があると、あなたにどんな不利益を受けるかわからないと、みんなが思っている。そりゃあ、ババ様は、ひなみざわの母だからね。戦中戦後と一番辛い時代を切り盛りされた。それくらいの影響力は当然さね。その影響力を知らないとは言わせません。先ほどの言葉をお借りしますが、サトコは俺の仲間です。身内です。それに、あなたの影響力で不利益が被られるなら、俺はあんたと戦わなくちゃならない。それが仲間を守るってことです。ふーん。都会者風情がなかなか言うじゃないかい。親類の皆さんの意見も聞こうか。皆さんはどう思いだい？筋は通っとる。園崎家と北条家のいさかいにまで口を出されることはないが、身内に対するけじめは取っとる。北条家がなかったら、園崎家もそんなに気にはせんのだがね。好きにすればいい。園崎家は協力もせんが、邪魔もせん。それでいいだろう。そういうわけにはいかんらしいですな、皆様方。園崎家が頭を縦に振らんことには、町会は納得しない。町会が指示をしなきゃ、役所は聞く耳を持たんと言ってます。はっきり白黒をつけるほかありませんな。お前さんはどう思うんだい？圭一君。いつも娘から聞いてるより、ずっと立派に意見する男だ。正直、見直した。大した男だ。どうも、ミオンのお父さんですか？君のところの身内に迷惑をかけたのは、うちに責任がある。親はともかく、娘に罪はない。そうでしょ、お母さん。知ったこっかい。北条の名前を持つアカンタレは、どいつも罰当たりもんさね。それにこいつはさっき、わしん頭を叩き割るとか抜かしよったんぞ。そんな奴に大した男も減ったくれもね。お母さん、ここは一つ圭一君に力を貸してはあげられませんでしょうか。近頃珍しい熱心な若者です。なかなかこうはっきり言える若者はおりません。ばっちゃん、私もお願いするよ。私たちに力を貸してほしい。さとこは私の仲間でもある。私はひなみざわの仲間のために戦ったばっちゃの昔話をいつも尊敬してるんだよ。だから私もばっちゃみたいに仲間のために戦いたいんだ。私も頭を下げます。さとこは私の家族です。妹です。お願いします。私たちに力を貸してください。
頭はすでに一度下げたから、もう一度は下げない。でももう一度言う。俺たちに力を貸してくれ。佐徳は俺の仲間で、あんたの村の一員でもある。そしてあんたを罵倒したわけでもない。恨む筋合いはないはずだ。頭を縦に振って、それでどうする。町会の指示がつけば、相談所も耳を貸さないわけにはいかなくなる。それでも聞かなきゃ、また押しかける。今度はひなびざをあげてだ。明日は土曜日、相談所も午前中はやってる。そして村人は祭りの準備のために集まるはずだ。その人数で相談所に行く。それはすごいですね。100人規模の話になります。人数はどれくらい集まるんだい？いきなり明日の話だから、賛同者がどれだけ出てくれるかはわからないけど、とにかく俺がみんなの前で話します。村長さんのところはどんな見通しです？町会役員は概ね理解を示しています。確かに役所と築いてきた連帯も大切ですが、役員たちの中にも四州同盟時代の話を引き合いにして、里子ちゃんのために戦えないのはおかしいという声が上がっています。圭一君のやってることは理解できるし、反対する言われはないってことでまとまってます。なんだい、ババ様抜きでも町会はまとまってるんじゃないかい。それで最後のケツだけを園崎家にさせようってのかい？なかなか意地の悪い注文をするもんだね、町会も。茜さん、お嬢さん、はっきり言うが、私も里子ちゃんが不憫だと思うんだ。一人でけなげによく頑張ってきた。この辺で里子ちゃんがもうみんなに嫌われてなんかいないってことを、一つ大号令を発してもらうわけにはいかないかな。そんなことはできんね。なんとわしは北条のクソガキを許さならなとね。なら決まりだな。てめえは俺の仲間の敵だ。ってことは俺の敵だ。今この場で息の根を止めてやるぜ。ミオ、お前がすぐに当主を継いで俺を支持しろ。ババア、今この場で締め殺してやる。本当にもうイライラする。繁盛すったらおまっさしゃったったら。お龍、あまたの血管が切れちゃいますです。すまんね、リカちゃま。その薬袋を取ってくれんかいね。まあ血管切れたらどないすんじゃね。申し訳ないけど、今夜はこれくらいにしてもらいます。ババ様も頭痛がひどくなっちゃって、これ以上は付き合いきれんって言ってます。そんな、まだ俺は回答をもらってないです。圭一君、出直すってのも大人のルールってのを学びな。だいぶ今日はおばさんも親切にしてあげてるんだよ。うちの子たちと仲良くしてくれてるから大サービスしてる。そこいらへんを汲み取ってくれないと私の顔が立たないね。圭ちゃん、今日は十分だよ。これくらいにしよう。
そ、あと一息だったってのにな。ケイチ君は言うべきことをすべて言ったよ。でも向こうにも考える時間は与えないといけない。もちろんそんな余裕はないんだけれど。監督的にはどう見えましたか？お涼さんがすっかり不機嫌モードに入ってしまいましたからね。一度ああなったら、下手をすると三日は機嫌を直しません。さっき前原さんも言ってましたが、明日の綿流しの準備の時にみんなに呼びかけて、みんなで訴えに行くというのはちょっと無理だと思います。でも話を最後まで聞いてくれましたと思います。あとはお涼を信じるだけなのです。そうだな、信じて待つってのは辛いことだな。みんなお疲れさん。お、ミオもシオもお疲れさん。どんな感じだった？うまくいきそうか？わかんない。私の見たところだと、バッチャの印象は最悪。ケイちゃんは、本家には二度と来ない方がいいだろうね。なんだ？ミオンの家にはもう遊びに行けないってことか？やれやれ。しかし、ケイちゃんも大したもんですね。昨日の集会所もそうでしたが、よくあれだけ凄まれても震え上がらないものです。っていうか、震えるほど怖かったか？怖え形相だなとは思ったけど、そんなにビビるほどじゃなかったぜ。はぁ、あ、それは多分、ケイちゃんがバッチャの本当の怖さを知らないからだね。まあ、無知も時には武器か。そんなことないよ。ケイチ君はそんな怖さを知ってたって、サトコちゃんのためにひるまなかった。そういえば、リュウグウさんも、いくら怒鳴られても平気そうに見えました。声は荒げられてたけど、怒ってはいなかったし。私も全然怖くなかったかな、かな。あれが怒ってないように見えたっての？うん。みーちゃんのおばあちゃん、全然怒ってなかったよ。あ、おじいちゃん。どうでした？ばあさんは怒ってました？それでね、OK だってさ。え？それは、つまり？おばあ様の OK サインが出たのさ。だから、ケイチ君、あんたの好きなようにやっていいんだって。それって本当ですか？お母さん、本当なの？大馬場様は雛見沢連合町会が圭一君を支持することを認めてくれたよ。雛見沢連長がバックにつくってことは、鬼ヶ淵四種同盟がバックについたのと同じってことになる。ってことは、絶対に負けられないってことさ。そして、みっともない戦いもできない。あんたは、引っ越してきたばかりのその身で、雛見沢が作り上げてきた団結の歴史を背負うんだよ。その覚悟は終わりかい？あります。ほう、即答とは男だね。見上げた根性さ。よくあれだけ大馬場様に言えたもんだよ。
最後に飛びかかって大ババ様の首根っこ踏んづかまえた時にはどうなるかヒヤヒヤしたね。え？俺、飛びかかる直前にはなりましたけど、っていうか、あれは冗談みたいなもんで。いいかい？前原圭一は大ババ様に飛びかかって首根っこガッツンガッツンやって納得させたんだよ。そういうことになったから。なんでですか、物騒な。大ババ様は北条家許すまじってことになってるもの。それが若いのに何人か頭を下げられて、はいそうですかってわけにはいかないもの。だから圭一くんが大立ち回りをした挙句に、大ババ様がその男気に惚れて特別に許したって、そのくらいの物語がないと説得力がないわけなんだよね。わかったかい、ミオン。うん、わかった。みーちゃんのおばあちゃんもいろいろと大変なんだね。こういうところで伝説ができちゃうんですね。里子を救うためにお両大婆様と取っ組み合いをしたと。けいちゃん、多分街を歩くと今後は人が避けてくれますよ。圭一の最強伝説の始まりなのです。みんな圭一を見るとひそひそガタガタブルブルで道を開けるのです。そんな伝説はいらん。それよりそのありがとうございました。礼なんかいらないよ。何しろ町会はもう話がついてんだ。逆らいようがないさね。むしろこっちとしてはうちなんか無視してやってほしかったくらいだよ。それを君吉の村長さんも人が悪い。いや、でも納得してもらえてよかった。大婆様も里子ちゃんがいつまでもダム戦争の続きみたいに冷遇されてるのは気にしてた。自分が墓に入る時しか生産のタイミングがないと思ってたみたいだからね。正直あんたたちが騒いでくれたおかげで大婆様は生きているうちにそれを解決できたってわけさ。内心は感謝してるはずだよ。いや俺も感謝してます。今度日を改めて俺を言いに来ます。それはやめといた方がいいね。今度こそ日本刀で追い回されるよ。しかし今日の大婆様は抜かなかったね。よっぽど圭一くんが可愛かったんだよ。僕もそう思いましたです。お寮は日本刀が大好きなのですよ。リカちゃん笑いながら言うな。生きて帰れて大感謝だぜ。まったく今日の圭一くんにはおばさんも惚れたよ。男はそうでなくちゃいけない。里子ちゃんも過保護だね。こんな男にここまで一生懸命になってもらえてさ。母さん、別にケイちゃんは里子とそういう関係ってわけじゃ。なんだそうだったのかい。まだお手つきがないならあんたたちも頑張りな。ねえケイチ君、ミオンとシオン、どっちか好きな方を持っておいきよ。おばさんのことは今日からお母さんって呼んでいいからね。じゃあ圭一君、君はお嬢さんを説得してくれた。約束通り町会は君を支持するぞ。明日の昼にその旨をきっちり向こうに連絡する。もちろん私も里子ちゃんをすぐに保護するべきだというつもりさ。何しろお嬢さんの指示があるんだからね。
多分その電話だけで聡子ちゃんはすぐに助け出されるさ。本当ですか？ケイちゃんはそれだけの相手を口説き倒したってことだよ。じゃあこれで聡子は明日には必ず。まだ絶対と決まったわけではありません。でももし君吉のおじいちゃんの電話を断れば、それは鬼ヶ淵四種同盟を敵に回すということになります。おじいちゃんは普段は温和だけど、同盟会長になった時はそりゃあ鬼ですから。そん時は鬼になるよ。とにかく男の約束だ。聡子ちゃんがすぐにでも助け出せるように協力する。ありがとうございます。あとそれから、聡子を北条家だからとか言って差別するのももうなしにしてください。おじいちゃん時々言ってますもんね、北条の罰当たり者みたいなこと。ええ、あれは他の人に悪ぶって言ってるだけで、別におじいちゃんは聡子ちゃんのことを嫌ってるわけじゃないんだよ。なら、そういう悪ぶるのもなしですね。聡子ちゃんを村の子供として、本当の意味で受け入れてください。わかってる。今後は酒の席でも、軽率なことは言わんや。約束する。うかつなこと言うと、私がケイチ君に首根っこをつかまれそうだ。聡子はこれで運命から救われるのでしょうか？ああ、間違いなくな。ひょっとすりゃ明日にも救い出せるさ。それでダメなら今度は総攻撃だ。半端ねえ規模でな。それからな、リカちゃん。運命とかって安っぽく言うんじゃない。運命って言うと初めから結果が決まってるみたいに聞こえる。でもな、最初から結果が決まってることなんて何もない。結果を作るのは俺たちなんだ。だから何をしても無駄みたいな意味で運命って言葉を使うんじゃない、圭一がそう言うならそうしよう。私はもう運命なんて気安く口にしない。運命がいかに容易に破れるかを、あなたは私にこうして何度も教えてくれるのだから、この百年の中で鉄平が帰ってくるという最悪の才の目すらも、こうして打ち破れる今、逃れられぬ死の運命なんてきっと大したものなんじゃないって思える。ああ、それより最悪の目は、あなたが転校してこないことか。この百年の間で、ほんの一二度あったわね。寂しい世界だったわ。ん？たまにリカちゃんの言ってる話がよくわからないな。煙に巻いてるつもりなんだろう。みー。内緒なのですよ。もしもし、
すみません、生活振興部の自治係をお願いします。お待たせしました。自治係でございます。もしもし、どうも、係長の相田さんはいらっしゃいますか？これは君吉会長さん、ご無沙汰いたしております。先日は大変お世話になりました。本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそ悪かったね。本当にありがとう。助かったよ。あ、係長が戻りました。今変わります。係長、雛見沢連長の君吉会長さんです。はい、もしもし。どうもどうも、今日はいかがなさいましたか？実はね、先日の沖ノ宮の生活相談所の件なんだけど。はいはい、若い子たちが陳情に来ているという話ですね。いや、相談所の方も困っていたそうで、会長さんにご相談できて本当に良かったです。あ、それでどんな話になりましたか？それでね、雛見沢連長としては正式に前原君を応援することに決まりましたわ。え？すみません、今なんと。うちの町会でも前原君のやってることは筋が通ってると。いやね、若い方が納得してくれんのですわ。若いって言っても50、60の人たちですがね。しかし会長さん、他の役員さんはどう言っておられるんですか？それは昨日、綿流しの実行委員会の席がそのまま緊急の役員会になっちゃってね。最初は石頭連中が渋ったんだけど、すっかり前原君に言い任されちまった。いやね、彼は最近にしちゃ骨のある子だよ。ああいう子をもっと応援しないと青少年の育成にはならないよ。それでは雛見沢連長役員会の総意ということでよろしいでしょうか？そうです、総意です。反対の役員はおりませんでした。君吉会長さん、先日もお話ししました通り、相談所の方も相当やってくれてるんです。ただですね、観察期間を経ないことには判断が下せませんし、最近は特に人権意識の高まりもあって、まあいろいろとこの。そんなのは前原君が何でも説明してるよ。さとこちゃんはとんでもなく暴力的なおじに閉じ込められてるんだ。体の傷じゃないよ、心の傷になっちゃうんだよ。育ち盛りの時期の心の傷は一生に暗い影を落としちまうんだよ。この間の青少年セミナーの先生も言ってたでしょ。一緒に聞いたでしょ。それでその園崎顧問の方はどんな感じですか？お嬢さんもね、やるべしと、そう強い口調でしたわ。慎重だか慎重だか知らんが、これ以上さとこちゃんの件を放置するってんなら、雛見沢連長全体で前原君をバックアップしていかなくてはなりませんわ。そうですか、園崎顧問が。こういうのはご家庭の問題でもありますし、ご近所の問題もありまして、なかなか行政は動きにくいところがありまして。近所に出てくればうちらも行ってやるけど、何しろほとんど表に出てこないやつだからな。それに町会の者が余計なこと言ったら、さとこちゃんが余計八つ当たりとかされちまうかもしれないだろ。だからこそ行政の出番じゃないのよ。全くおっしゃる通りですね。後ほどこちらからも園崎顧問さんにお電話をしまして事情を伺ってみます。やめた方がいい。すっかりお嬢さんへそを曲げちゃってる。しばらくは電話をしない方がいいね。そうですか、それは困りましたね。園崎顧問は頭に血が昇られると鬼のようになりますからね。それでね、
係長さんの方から相談所の方に聡子ちゃんの即時保護をお願いしてほしいんです。なんなら私が一緒に行ってもいいです。おお、今から行きましょうか。いえ、会長さんにご足労いただくことはございません。こちらから相談所の方に連絡しまして、結果を本日中にご連絡させていただきます。今日の昼前には欲しいな。そんな夕方になるまで長話にはならんでしょう。所長ってそんなに忙しいの？いや、わかりました。あ、お昼まで会長さんのお宅へご連絡させていただきます。くれぐれもよろしくお願いしますよ。紹介はね、相談所の対応が鈍いと、陳情を真面目に聞いてくれてないと非常に怒ってると伝えてくださいよ。わかりました、必ず伝えますので。はい、ごめんくださいませ。係長、なんだかヤバそうな話をしてましたね。参ったな。南沢連長が燃え上がっちゃったぞ。斉藤君、悪いんだけどさ、その崎顧問に電話して事情を聞いてくれないかい。俺は相談所に連絡する。これはひょっとするとやばいぞ。ダム戦争の再発になるぞ。ああ、もしもし。どうもお世話になっております自治係でございますが、所長さんはおいでですか？日南沢の連合町会が指示ですか？先日聞いてもらった時には確か町会と連中は無関係だって話だったんじゃないですか？うん、先日会長や顧問にお尋ねした時はそういうお話だったんですが、何でもですね、昨夜の役員会でコロッと一転して全会一致で指示に決まったそうなんです。まあ、わかりました。ですが別に町会名で抗議にいらっしゃられても、こちらも対応を変えるわけにはいきません。町会の抗議があったから特別待遇にしなくちゃならないなんておかしいですから。所長、日南沢連長はご存知と思いますが、前身は鬼ヶ淵支守同盟です。所長はダム戦争はご存知ですよね？ダム戦争の時は県にいましたから、新聞に載っている以上のことはよく知りません。本庁の方にデモが来てたみたいな話は聞いてますが、端的に申し上げて少しですね、先方の話に耳を傾けられた方がよろしいんじゃないかと。でも係長さん、支守同盟はもう何年も前に解散しているでしょう。その後オタクとうまくやってると聞いてます。うん、うまくいってるつもりだったんですが、たった一晩で何があったやら。陳情のリーダーの前原くんという子を会長さんがとても気に入られてるようでして、しかもその崎顧問の指示まで得るとはただ事ではありません。その崎顧問ってよく聞く日南沢の影の会長さんって方ですよね？お会いしたことはありませんが、とにかくですね、ご注意いただいた方がよろしいかと思います。もしも可能でしたらですね、北条さんの件、急いで保護してあげる方向で検討してもらえないでしょうか？私は町会さんとご縁があったことがないので分かりかねますが、そもそも行政は粛々と進めるべきものであって、その処理する順番が横やりによって変わるのは職務の怠慢ではないかと考えます。うちの職員も少ない人員の中で精一杯やってるんです。福祉士も山積みの仕事の中から順に片付けてるんです。そのどれもが当事者にとってとても大切なことです。どれも最優先でどれも後回しにできません。そうですか、わかりました。では私の方から君吉会長さんの方にそのように連絡しておきます。そんな連絡する必要があるんですか？市政は町会の太鼓持ちじゃないでしょう。お宅もあまり特定の町会にばかり便宜を図ると良くないんじゃないですか？わかりました。はい、申し訳ございませんでした。それでは失礼いたします。ダメだな、
この所長、剣士の人事交流で来てる人だ。地元町会の怖さを分かってない。県の職員出身じゃそんなもんですよ。しかも相手は雛見沢連長だぞ。俺はどうなっても知らないからね。そっちはどう？その崎顧問と連絡がついた？はい、君吉会長と同じ意見だそうです。相談所への連絡に対する返事は会長だけでなく顧問の方にも欲しいそうです。かー、まっついことになったな。半ドンの楽しい土曜日が朝から台無しだよ。相談所長は怖いものなしで懲戒なんか知らんってさ。下手すりゃ週明けには本庁と相談所を外線車が囲むこともありえるぞ。会長宅と顧問宅に連絡ですね。手分けしてお返事しますか？その前に市長室に連絡するよ。